こんにちは福井教育支援サークルの吉田です今日は4年生の道徳私の見つけた小さな幸せについてお話をします内容項目は生命の尊さですはい、この話のあらすじなんですけども大変シンプルですね病気になって約1ヶ月間学校を休んだ主人公病気が治って今まで気づかなかった小さな幸せにたくさん気づいたとこういう話です さて小学校の学習指導要領の解説を読んでみました病気や怪我をした時の様子等から一つしかない命の尊さと。 病気になって初めて命の尊さあるいは健康の大切さを知るということかと思うんですがこの教材でね、命の尊さまではちょっと難しいかなとまずね、教材を読んでね、元気で過ごせることに感謝の気持ちを持つというところをまず狙っていきたいとそれとですね、内容項目からは少し外れるんですけどもね 病気になった友達を温かく迎えるためにできることについても考えさせていきたいなと思いますね学級作りでもこれ非常に重要なところになると私は思っています、えー、さて実際の授業です、えー、もう資料の判読から入って肝臓を書かせたいですね ひょっとしたらこの感想の中にね、自分が入院した時の経験だとかね、あるいはまあ1週間程度、休んだ時の後の経験なんかが出てくるかもしれませんね。まあ、そうするとね、よりこの教材が子どもたちの生活と身近なものになるんじゃないかと思います。えー、次にですね、あらすじの確認ですね、私はどんな病気になりましたか、学校はどれぐらい休みましたか。 えー、そして最後ね、えー、病気になって私はどんな幸せを見つけましたかと、ここがまあ一番の目標のところですね、これは教材文の中から見つけさせていきたいですね。えー、次にですね、病気が治って喜んだのは私だけですかと、この発問ちょっと出してみたいと、これは両親、お医者さん、仲のいい友達、みんなこういった人たちが心配して、ね、そしてこういった人たちに支えられてるんだよということにも気づかせたいと。 まあここまでは教材文に寄り添ってやって、ここからは、ねえー、子どもの生活に戻って、えー、学級の友達が病気で1ヶ月間休んだら、皆さんはどんなことをしてあげたいですかと、これ、子どもたちに、ね、考えを出させたいですね、見舞いに行くだとかね、えー、勉強の道具を、ね、プリントリーを届けてあげるだとか、手紙を書くだとか、子どもたちなりのアイデアが出てくるんじゃないかと思います。そして最後、えー、学校に来た日にどんな声をかけますか。 これ何日間かね、学校を休んだ初日の登校って結構心細いものなんですよね。ですから1ヶ月も、ね、休んで、ね、学校を来るっていうのはかなり心細いと思います。そんな時にどういう声がかけられますかということを考えさせておくと、えーね、学級でそういうことがあるかもしれません。子供たちに考えさせておくことはとても大事だと思いますし、学級づくりにもそのまま生きてくるんじゃないかなというふうに思います。 はい、ご視聴ありがとうございました。先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。